雑草がすごいです。雑草が雑草です。そして雑草は雑草です。雑草有効利用できないか、うん、まあね、雑草堆肥とか雑草マルチとかあるけどね、うん、やめといた方がいいと思いますよ、ね、うん、その理由は本編でどうぞ。こんにちは。こんにちは。どうも。これね、菜の花なんですけど、はい、この辺の地元のね、種の先っていうの、うん、うん、お漬物にしたりね、しますな、うん、あ、帽子が立ってるわ。立ってる？うん、かっこ、あの、違う、後ろのフードの帽子、あ、引くの。この帽子汚いからな、もう。はい、変かい。あ、やめとく。はい、手が汚いよ。あ、そうか。頑張って、あの、ちゅうか、草だらけなのよ、ここ。そうそう、これ胸見てみ、草で埋もれそうなのよ。でね、うん、ちょっと草引きしてるんですよ、今。どう？綺麗になった？見て見て、ほら。お前の方から見たらあかんか。そうよ。こっちからじゃあかんけど。こっちから、こっちから見てよ、じゃあ。はいはい。ちょっとガセガセガセ。はい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 。どうなんよ。ほらほらほら。ね、こんな感じ。ちょっと待って。胸の上乗るなよ、もう。はいはいはい。サンキュー。サンキュー。はいはい、はい、どうも。はい、どうも。はい、音声だけでお届けしておりますが。はい、ここにいますよ。僕はここにいるよ。違う違う。中華ね、草がすごい。草がすごいのよ。まあでも簡単に抜ける草だからいいけど。そうそうそう。はい、今日は。今日はですね。はい、雑草、堆肥、うん。やめといた方がいいよって。おお。あのいいね、でも雑草堆肥ってね。おお、雑草堆肥よくね、あの動画とかにもね。ね、上がってるよね。あるからさ、うん、あの雑草堆肥の作り方的なね。うん、あの。のが結構いっぱいあるんやけど、うん、私はあえて反対いきます。反対、はい、はい、やめといた方がいいよ。いいよ。まあなんでかっていう理由はね、まあ、後ほど言うとして、はい、雑草やね。雑草やね。ましてやさ、あのこの時期のこの新芽の雑草なんかさ、うん、なもう乾かしたらカスカスやからな。カスカスって、まあ、あのだからもうさっさといきますね、はい、雑草を堆肥をやめといた方が理由ね、うん、一つ目、そんなに量ないで雑草言うても。ああ、そうか。だってこんなんやね、こんなん。うん、これ乾いたらもうカスカ、こんなカスカスなんだよね。確かにな。こんな量じゃ、うん、堆肥に作ったってさ、うん、まあね。本気で堆肥作ろうと思ったらさ、耕作放棄地あの辺に草いっぱい生えてるやん。うん。うん。あの草全部使わなあかんじゃないの。それぐらいの量がいるよ。なるほど。うん、っていうのもね。はい。まあ量が少ないと発酵がしにくいというかしないよ。しない。うん。うん、まあ発酵資材入れたりな。うん。あの米ぬか入れたりとか言うけど、うん、あの牛の牧場とかさ、うん、昔パパ言ってたの。うん。なら牛舎がな、まあこうあ、まあここを牛舎とするやん。はい。なら大体な、うんことおしっこでな、うん、この長靴これぐらいまで行くね。タポタポになんね。すげえな。それをダーって。トレーラーっていうかあのブルドーザー的なやつでガーッ走り追いやって、うん、でドンと置いて、うん、なもう1日でものすごい量のうんこが出んね、うん、でそれを毎日積み上げんね、うん、ほんなら勝手に湯気上がってる。あ、勝手にね。勝手に、うん、でそれを時々ひっくり返すね、うん、でブワーッて煙上がってさ、うん、煙とか湯気が、うん、北海道の寒い寒いとこやで、うん、まあ、パコが行ったのは夏やけどな、うん、いや湯気上がんね、うん、であのあれよ、白いな、もうあの大体からしてな、もううんことおしっこの匂いはもう頭パッパラパンになって鼻バカになってから全然平気やねんけど、はい、そういうところでおるとな。でもやっぱりあの硝酸体窒素的なさ、うんうん、もうしょんべんの色がすごいなんか抹茶茶になったような汁がいっぱい出てな、うん、なんかえらいことになってんねんけど、でもうんこはな、逆にな、堆肥として積んでるといい匂いしてくるよ。うん、ほんまほんま、うん、あのこんだけもタッポンタッポンのなうんこな、うんうん、もしこれ人間やったら気狂いそうなんで、うん、牛やから大丈夫なんや。あ、そういうことね、うん、あんまりあいつらほら草ばっか食ってるやろ。そうやな、うん、食べるもんがな。そう、あの馬はちょっと臭いけどな、ニンニクとか食ってる時やったらな、うん、あのあれやんか、あそこでもそうやんか、あの馬の牧場のさ、牧場っていうか乗馬クラブの、うん、
あのうんこ勝手に盗みに、まあ、盗みっていうか取っていいっていうとこあるやん、うん、あれでもさ結構積んでるやん、あれ3メーターか4メーターぐらい積んでるやん、そうやね、うん、でもものすごい湯気上がるやん、そうやな、やっぱりな量とな重さがいると思うねん、重さね、うん、だからなこんなこんなもんなちょっと積んだところでなたかが知れてるやん、まあ、1メーターぐらい積んだってさ、でこれなんかかぶすんやろ、うん、そう、なかなか発酵熱上がれへんと思う、ね、やったことないけどな、うん、でまあ何個か動画見たら熱上がって湯気が上がってるとこなんかどれも上げてないしな、うん、まあ、中には上げてる人おるかもしれんけどな、はい、うん、まあ、そうなったらできるんやろうけど、だから発酵しないのよね、量が少ないから、うん、発酵しなきゃ意味ないんだよね、うん、でやっぱりこの生臭いからな、うん、カラカラにやっぱり乾かしてさ、うん、とかしなあかんと思うんだよな、やっぱり量少ないと発酵しないやろ、うん、発酵っていうのはだいたい70度とか80度ぐらいで熱持ってブワーッと湯気上がって腐っていくわけよ、腐るというか発酵していくわけよ、うん、ええ感じに、うん、でその時にこういう雑草の種とか、虫の卵とか虫もで病気も何もかもがその熱でやられてあのええ状態になって堆肥になっていくねんな、うん、でもちゃんと発酵せへんままやったらさあの未完熟雑草堆肥になってしまうわけよ。あ、そうするだから、まあまあ、1つ目が雑草の量が少なくて2つ目が発酵しない、はい、で3つ目があれよ、だから種とか虫が死なないっていうな、うん、発酵の温度が足りなくて、うんうん、で中途半端に発酵してしまうとなって、あれちょっと待ってや、待てな、発酵しないのよ、発酵しないので虫な、虫、うん、死なへんかったら大変やで、これお前な病気も持ってるかもしれへんしさ、うん、であと何やったっけ、これあれやよ、雑草自体がさ根っこで復活やするやつもおるやん、そう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 、うん、復活されたら困るしさ、うん、な大変よ、大変よ、よいしょ、どうなるかな、これ仏の座やな、この辺はな、仏の座な、うん、春の七草やね、五行運べな仏の座、うん、聞いたことあるわ、うん、まあまあええわ、ね、ほんでだからまあ死なないね、はい、次4つ目ね、だから分解しきってないから、うん、そういうのを畑に入れるとあれよ、 CN 比が高くなるのよ、 CN 比炭素率な、うん、だからあのこの土の中で再度分解するから、うん、土の中の栄養分な、窒素が食われてしまうわけよ、あ、意味ないじゃん、そうやね、だから雑草で堆肥作りはできないことはないで、ちゃんとやればできるで、ちゃんとやれば、はい、で土にもちゃんと変えるで、はい、変えるけど中途半端にやってしまうと中途半端堆肥になって中途半端なあの結局分解で、うん、中が分この土の中で分解が始まって、うん、栄養分が取られちゃうっていうことなんだよな、意味ないじゃん、うん、ね、取られたらまあね、結局所詮雑草なんですよ、はい、だから、まあ、おさらいするとな、雑草雑草っていっぱい生えてるように感じるけど、うん、やっぱり住んだらそんな大した量ではないのよ、まあまあうん、な稲とかのほら藁とかもみ殻とかと比べるともう断然量なんか たまらないのよ、うんうん、そんな雑草ばっかりいっぱい溜まってる畑はちょっとダメですよ逆にね、うん、ね、だから量が少なくてやっぱり発酵資材とか入れようとしても、うん、米ぬか入れたところで発酵しないよ、うん、なかなか、だってあのその堆肥のな山でもう常に熱持って発酵してるやつ持ってきてこっちで積み直してちゃんとしてもやっぱり発酵熱全部なくなるもんな、あ、うん、やっぱり圧力とか湿度とかなんかあるんやろな、まあ、その辺の、うん、私は横着栽培なんで自分で堆肥なんか作らないので、はい、あの偉そうに言うなって言われるかもしれませんが、うん、でもそんな感じだな。なんで、だから発酵し熱、発酵熱がだからポイントなのよ、うん、ね。ちゃんと発酵熱出させれば、まあ、雑草堆肥でもいいんやけ ど, なるほど、なかなかああいうコンポストとかでも入れても発酵熱なんかめったに、めったにしか、なかなかちゃんと出ないよね。うん。うん、ふわーって、ほかほかほかって、なれへんもんな。うん、あれになったらいいけど、だからもうあの、お風呂の蓋の上とかさ、あ、温泉の上とか置いとくんやったらまた別やね。うん、結局だから分解してないからそんなの入れると土質分が取られるし、うん、また雑草の元となって出てきたり病気になったりするからな、うん、ということでここが一番のポイントです、はい、結論、プロの農家で雑草堆肥なんてやってる人見たことないです、ないです、本当にそれがいいのならきっとやってる人はいます、それはね、うん、
まあやらないということはやらないということはやらないということは、うん、だからね、要するにね、みんなね、雑草はね、嫌なのよ。いや、うん、いや、うん、鬱陶しいのよ。天敵、天敵。うん、天敵っていうか、まあまあかな。天敵の使い方が間違ってるそうか。まあいいわ。嫌なのよ、うん、で邪魔なのよ。で、まあこれ有効利用できたらいいなと思うのよ。まあでもね、まあ一番有効利用はちゃんと乾かして燃やすことかな。燃やすのが一番いいような気はしますな、うん、それこそな草木灰になってさ、うん、カリウム肥料になるしな、ちょっとした肥料になるよね。虫も病気も死ぬしな、うん、種も死ぬし、ただ野焼きは禁止です、はい、よいしょ。いやー、あ、虫がおった、まあ、雑草はやかすとな、うん、やっぱり肥料分も取られるしな。あ、やっぱそう。うん、そりゃそうやんか、うん、こいつらだって生きてるんやから、生きてるんやから、いろんなものを吸い取ってきてるわ、うん、それに虫も隠れ家になるしさ、そういうことやな。虫湧くしさ、うん、卵生まれるしさ、うん、で病気も湧くしな。雑草はよろしくないよ、うん、うん、まあかといってな、これいつもここ除草剤撒いてるけどさ、うん、もう効き目がなくなったらいっぱい生えてきたけど、そうやな、除草剤まあみんな嫌がるしな、うん、まあな、うん、まあ程よくな節度を持って、うん、バカみたいにかけるといかんからな。まあね、うん、節度を持ってやればいいと思うんですが、うん、まあそうね、これをなまたな、こうやってな、こうなんちゅうの、雑草マルチ的にな、あ、ここ置いとく、置いとくっていうのもあるんやけど、うん、これするとまたここに虫が湧くからね。なあ、やっぱりな、この下に虫隠れんのよ、うん、虫がおったらな、うん、だからまあ雑草は外に撤去するのが、そう、捨てた方がいいね有効利用なんて考えずに、うん、なるべく早かさないようにして、うん、で、生えたものは諦めて、ぽいな、諦めて、はい、そう、ぽいぽいぽいと、はい、そうよ管理機でわー走ったらいいんやけどな。ああ、そうだね、うん、もう管理機持ってくんのがジャンクさんやか、お前で、余計ジャンクさんやこんな臭い気してる。そういうことやな、うん、どっちがジャンクさんっていう。でもな、草引きってな、結構これハマるで、ハマる、ああ、まあ意地になるというか、夢中になんねん。わかるわかるわかる、うん、で、成果が見えるのよ。ああ、綺麗になった。草なくなってるやん、めっちゃ綺麗になってるやんみたいな。やったーってなるよね、うん、だから頑張って草引いて、その草は撤去しましょう。撤去しましょう。うちは撤去するって、このこっちにか、あ、土手にね、置くだけです。あぜに並べてるだけやけどね、はい、虫湧くやないか、ね、もうあぜも草だらけやから一緒や。まあまあ、よいしょよいしょ。お、いいね。あのね、一応ね、これはまあ別にどうってことないんやけど、草こう抜くやん、うん、根っこに土残ってるやん、うん、土を落とすのと同時にこうやってこう削るのよ。はいはい、だから土落ちるやん、うん、で周りも削るやん、ちょっと削る、うん、うん、でまあ このレベルならあんまりないけど、ちっちゃな芽が出かけの草もこれで死ぬよ。ああ、確かにね。だからブチ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 切ったらまた生えてくるからな。そう、やっぱり根っこごとね、うん、でここ今雨上がりの2日後3日後ぐらい、そうね、土が柔らかいからな、うん、そういう時狙ってやるといいよ、うん、よいしょ。まあ以上ですな。はい、はい、最後に業務連絡、自然薯販売開始しております。イエイ。よかったら買ってみてください、はい、よくなかったら買わないでください。じゃあおしまいです、はい、それでは皆さん、さようなら。手袋破れてる。